これがね、日産のグロリア。これ新しく買ってきたんですけどもね、グロリアと。お値段がね、お高いですよ、これね。2,484円。わおってね、すごい値段が高いんですけどね。高いんですよ、ヴィンテージがね。で、しかも最近ヴィンテージ大量生産するようになりまして、ここ去年2ヶ月ぐらいあたりですかね、最近どんどんヴィンテージが売れてきたっていうことでね、たくさん作るようになってしまいました。それでたくさん作るようになって3000円近くするんですかみたいなね。たくさん製造できるようになったんなら値段をもっと安くしなさいよみたいなね、そういうところがありますけどね。昔は良かったんですよ。まあこれすごい値段するんだけど、作りも豪華っていうのもあるし、昔はちょっと前まではね、限定で作ってましたから、今大量に作っちゃいましたみたいなね、やらかしちゃいましたみたいなことをね、やっておりますけどね。で、これは日産の、まあ、セドリック、グロリアの方の、これはグロリアの方ですね。で、これはクラウンとともに日本のフルサイドを代表するセドリック、グロリアは、87年6月でフルマルジにされ、セドリックとして7代目、グロリアとしては8代目となった。従来のモデルチェンジより大きな変貌を告げたこのモデルチェンジでは、フォーマルからパーソナルユースのイメージを転換が図られた。グロリアは従来通りフォードはスタン、フォードはハウト、ワゴンの3種類だが、搭載されるブルクエンジンの短い前後長を生かして、ノーズのしこいスポーティーなプロポーションが与えられた。また、従来にメッキで飾り立てられたものと比べ、叱り物は減らされていた。エンジンは営業車、タクシー用の直四、CA20S 型が落とされ、従来から 2.8 リッターディーゼル、RD28 型と、2.3 リッター V 力4種類、VG20E、VG30E、VG20ETET、VG30ET 型が搭載された。このモデルから2リッター DOC24 バルクターボ、V20DET 型を搭載するグランツーリスムというグレードが設定され、バンパー一体の深いヤードもと添い込まれたフォグランプによって、スポーツ大会に襲い、若者から中高性能の中高性能の幅に人気を得た。足までリアがようやくグリンクスクイフルのジットから、スミトリニング側の行為のクレジットに当たるなど、スターリング形式からコピリオンとなり、ブレーキは全ベンチルディスクの4輪ディスクが標準化された。87年後日には V20E ブレームを追加、12月にオーテックジャパン製のロイヤルリムジンを発売した。88年1月にはサンナーバー専用モデルとして噂されていた発生者がシーンを待ちして登場したんですね。で、88年6月にセダンでもグランツーリスモ SV などを追加、89年6月にマイナーチェンジを受けて5段 AD モデルを設定したんですね。で、91年6月にハウトプレミアフルモデルチェンジを迎え、セダンはマイナーチェンジにまとまったということです。これがバブル絶頂期の頃の、セドリック、グロリアでございます。で、このグロリアとしてはですね、一番お安い価格だと、まあ、そうですね、200、ツインカー、グランツーリスのツインカーターボかなが、239万2000円でした。もうそのとも200万超えてますからね。で、もっと安いやつで、ワゴンの場合だと187万3000円で、ワゴンっていうのが昔あったんですね。で、一番これ高いやつだとすると、おそらくはこれになるかなと思うんですが、ターボブラームピップかな。これが438万3000円です。ね。500万近いですね。で、ありまして。で、セドリックにはこのブラームビップって呼ばれてまして、ちょっとこうリムジンみたいなね、感じのやつがこう出てたんですけども、なかなかこれはもうバブル期絶頂期になりますと、車の値段もぐっと高くなりましてね、より一層こう高級車がこう増した、デザインになりましたね。で、この内装もこの革製の内装でね、で、電灯でビーンって巻いて、電灯してビーンってこう下がるようなね、すごくいい車でしたよ。で、これがセドリックのやつ、グロリ、これはグロリアですけど、紛らわしいんですけどね、セドリックグロリアってね。で、ここに、これがちょっと再現してほしかったんですけどね、ここの上にこう、ポンとこう、突っ飛んがってるものがあったんですが、まあ、飾りのにもなるしね、車間距離を測るにもちょうどいいんですよ。これ、突っ飛んがったこの飾り物がついてるとね、ここに、
前のボンネットの先が見えないときに、これを確認するのに、ここにちょこんとくっついてるのでね、それが目安になってね、良かったんですね。ただ、今の時代はうっさくなりましたから、そういった飾りをつけるなっつってね、事故を起こしたときに、服にこう引っかかって、飾りに服が引っかかって、でそれで窒息したりする恐れがあるから、まあ、そういったものを、つけるなって言ってね、うるさいことを言ってきたんですね。でも昔からだってそういう車ついてたのがあったんですけども、昔はね、そこまでそういうところまではね、それは自動車にが悪くはないからね、そこまで自動車の責任にされたらね、たまったもんじゃねえっつってであったんだけども、今はもうそれは自動車がいけませんみたいな、感じになってました。うるさいですね、本当にね。だからこういううるさい時代ではなければね、非常に良かったんですが、まあそういうこともあって多分つけられなかったんじゃないかなと、まあ思うんですが、でもなかなかこのグロリアのこの家紋がね、良かったわけですよ。で、そしてこの内装が赤ちゃげた内装で、非常にこうよくパトカーのか覆面とかでもね、まあ使われてたりなんかしてたみたいだけども、まあなかなかこれがいいですね。こういう感じで、これは内装は、内装はこれはシルバーのね、まあ内装かなっていう、確か赤ちゃげた内装もあったような気がするんだけども、まあなかなかこれもいいような、いい感じにね仕上がっています。まあ初めて私ね、買ってきてもう何ヶ月経ってんだろうな、買ってきてもう半月ぐらい経ってるのかなと思うんですけど、8月の夏頃ぐらいに、夏頃半月も経ってないか、でももうそれでも、でももう3、4ヶ月ぐらいは経っていますかね。8月頃にね買ってきたんですね。でそれでそこのお店があったのが奥の方に入ってたんで、こういう風にちょっともう色がねもう仕上げしちゃってたんですが、結構いいグロリアでしたね。これはねなかなかね、いい子良かったですね。これ初めてこう開けましたけど、ヴィンテージってのはね値段は高いんだけどね、ただこう箱から開けた時のこの新車を買った輝き、これがあってのがね素晴らしいメーカーだなというものをねつくづくこう感じさせていただける、まあ本当にご納得いただけるお車でございます。ですがお値段は高いのよね。お値段奥さん高いよ、これね2484円よね。ね、こんなにするの、やめときなさいとかね、ね、言う人もいるかもしれませんけどね。でもこれが車好きの人はね、もうこういうものに手を出すとね、買っちゃうんですよ。やっぱりそれだけ出来がいいですから。ですからね、奥さんとかお母さんとかはね、こんなするの高いわよ、やめときなさいみたいなんじゃなくてね、まあ高いけどでも作りがいいよ、良さそうねっていう、作りがいいわねっていうね、こういうふうに認めてくれるような人はね、まあ心が足りたと思いますよ。ね、ね、彼女がいる人なんかはね、感じがいるような若い兄ちゃんなんかはね、やっぱそういうところはやっぱ大変だと思うんですよ。こういうの買ってきた時にね、こういうの買ってきた時に自分のね彼女にねちょっとちらっとバレてしまった時にね、なんでこんなにするのみたいなね、あなたなんでこんなにするものを買ってきたのみたいなね、中にはめちゃくちゃいい人いるからね、そんなの買ってじゃんね、そんなの買ってくる時代で働いて買ってきたよ、お金なんだからさ、働いて買ってきたんだからさ、そんなの関係ねえだろうみたいなね、あるんですけどね。でも一緒に暮らしたりなんかするとね、なんでこんな買ったなんだろうの買ってくるのみたいなね、こんな高いの買ってきてみたいな、そんであのね、あれですからね、そんでミニカーが多くなってくるとね、ミニカーが多いでしょとか言ってね、でもそんなの関係ないですからね、もう働けるような年になったら関係ありませんから、働けるような年になったら自分のお金で働いてるんですから、自分のお金で稼いでるわけですから、ですからもう自分のお金で稼いでるんだからね、もう文句を言わせるなとね、だから自分のお母さんだとも、もう自分のもので働いてお金を稼いでるんですからってね、お母さんはそんなに言うんだったら、じゃあ自分でお母さんはお母さんで働いたもので買えばいいじゃないですかってね、そしたらね、まあこの子はね、あんた生意気になったもんだなとかね、まあこの子はもう大人だったのねみたいなね、もうそんなことを言うね、お母さんって必ずいるんですよ。でもね、お母さんとの仕事はね、やかましい言葉で言うてね、うっせえなみたいなね、ことになってね、まあ中学生ぐらいになったね、母親ってうぜえんだよなとかね、そんな風になってしまうかもしれません。まあ私は反抗期はなかったんですが、反抗期のある人の話からすると、まあそこでそういうことになってしまった人もいるみたいなんですけど、でもお母さんってのはやっぱりそれだけね、やはりお腹で中に、まあ子供が生まれた時に
痛い思いをして、ね、死ぬ思いをして生まれてきたわけです。ですから、そうするとね、まあ、お母さんとしては、そういう成長がね、息子や娘のこうやって成長していくのをね、見ていくと、まあ、母親っていうのも陰ながら、ね、本当は嬉しかったりするんですよ。ね、本当は嬉しかったりするので、だから、あのね、あの家政婦のおばさんじゃないけどね、本当はそういうところをこう息子の成長ぶりをちらっと見てね、でそれで飛んだすくばからちらっと見てね、でそれで、ああ、いや、成長したのね、みたいなね、それが嬉しかったりするものでございます。それが母親というものでございます。それが乙女というものでございますけどね。はい、というわけでね、今回のこのグロイアというのはね、なかなかこれは素晴らしい、あのワインレッドのね、いい色使いをした、いい車だなと思いました。どうもありがとうございました。